おはよう前橋から。皆さんおはようございます。8月23日水曜日、時刻は7時25分を回りました。さあここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはから元気よくお送りしていきます。改めましておはようございます、磯木彩香です。おはようございます、清原和博です。よろしくお願いします。お久しぶりです、サトシでございます。そうですよ、お久しぶり。2週間ぶりですか。どうもお久しぶりです。よろしくお願いします。清原さんも気になるところですけど、はい、サトチ2週間ぶりの登場で、どうもどうもすいませんでした。あの時はもうのんちゃんにもね、本当に女子からしていただいて、女子からね、お届けしていきましたけど、キャピキャピしてました。聞いてて、でもちょっとのんちゃん喉の調子が悪くて、いやいや、お力になって、しゃあない、それしゃあないですよ。それはしゃあないね。のんちゃんもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、喉ちょっと関係ない、関係ないですか。でも女子はやっぱりいいよ。いいですか。聞いてて朝からいいよ、本当ですか。あの相方のくったらねえ話聞かなくて済むからさ。補選のボケーとしたトークとかさ、足のくだらない便器の話とか聞かなくて済むからいいよ、女子の方が。めちゃくちゃ聞いてるじゃないですか。まあね、あーちゃんに手相見てもらったんでね。え、そう、手相ね。あ、そうなんですよ。じゃあさとちーの手相見ましょうか。見れんの。見れます。あ、でも1個だけだけ。あ、なんか見たね。そう、なんかバツがどうたらこうたみたいな、はい、ご先祖様に守られてるかどうかみたいな。そこね。はい、じゃあさとしさんちょっと見せてください。どっちですか。どっちでもいいですよ。俺ね、左手がね、相当バカなんですよね。頭脳線がブチブチ切れてて。ほんとだ、なかなかやばいでしょ。え、ちょっと待ってください。俺ね、手相見てもらったことあって、こんな頭脳線初めて見たから。もうね、めっちゃ切れてんのよ。ブチ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 。すごい、手相が切れてるし、手相がない。切れてる、切れてる。もう多分何も考えてない。そうなの。もうご先祖様どころじゃない。そうなの、何も考えてないの。何も考えてない。ごめんなさい。え、なんかもう本当に、でももう疲れて、頭が、脳が、女性のことしか考えてない手相です、これ。チラチラしないの。最近ね、そう、元気がなくてそんなことも考えられないよってさ。すごく疲れてそうですけど、お盆期間がやはり忙しかったと。ボン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 よ、もう。もう本当に大丈夫だな、お盆ボンボンって言ってるから。やっぱりね、ね、戻ってきたね。戻ってきましたか。戻ってきた。県外からもうたくさん来ました。来た来た、もう説明疲れ。説明、いや、観光案内所じゃないですよね。うわ、おっきいなんて。うわ、おっきい。まんじゅうが。おまんじゅうだね。そうだ、みんなが小さいと思って来るからさ。うわ、おっきい。ね、その仕方だと変わってきますよ。ちょっと意味が。それで本当その説明ですよ。はい、ひたすら。本当ですね。そのサトチもちょっとそのままの下りだとおかしいですけどね。もう本当にどうしようもない。まあ、でも本当ね、ありがとうございました。皆さんね、お疲れ様でした。わかりました。じゃあ、はい、サトチさんのね、その話後で聞きますから、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ではでは、今日のメールのテーマだけいきましょう。今日ね、あーちゃんと話してて、油の日っていうらしいね。そうなんです。今日油の日みたいね。はい、ということで、今日油でなんで弾け、油は弾くからってこと。うん、ということで、弾けちゃった話。ね、そんなのある、みんな。ね、ある？絶対送ってこないでください。あるの、弾けちゃった話なんて。あるんじゃないですか。普通の、ね、食べる油もいいですけどね。うん、ということで、弾けちゃってくれー。いってらっしゃい。いってらっしゃい。7時38分、おはよう前橋からお送りしています。はい、さあこの時間は今日の群馬の話題のコーナーです。なんでござんしょ。はい、今日はこちら、のんちゃんも先ほどニュースでお伝えしていましたが、前橋プレミアム電子商品券販売。おいおいおい、販売。はい、そうなんですよ。この前橋市で使えるプレミアム電子商品券、うん、人気で第1弾が、今回は第2弾が電子ですね。はい、電子なので、はい、まあ、スマートフォン
所有者が対象になります。住谷さん、古仙ちゃん、残念。ちょっとうっすら私もね、あの二人が頭に浮かんできました。もう持ちましょう、そろそろね。ね、うん、なんかお墓でなんかか用意してあげたいなって。みんなで連れてってあげようか。そうなんですよ。こうで電車ごっこみたいにして、すみやさん、小泉ちゃん乗ったかいっつって、携帯屋さん行くよーっつって、シッパ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 して、ちょっと早いからもうちょっとゆっくり。そんなおじいちゃんじゃないですよ、小泉ちゃんは。はい、うん、やはり手相に出てましたね。やっぱりね、ごめんなさいね、もうブチ切れてますので、頭脳線がね。ちょっとスマートフォン所有者が対象なので、はいね、電子チケットアプリコモニーっていう、うん、あのアプリがあるんですよ、うん、そのコモニーっていうところから、うん、買うし使ってくださいっていうことなんですね、うん、はい。なので、まあ、詳しくは前得ペイというふうにインターネットで検索されるともう飛べます、すぐに。これ前あのね、紙でやってたのとは全然違うんですかね。あのもう同じことなんですけど、うん、紙じゃなくってそれの電子版なんですね、うん、はい、もう同じで還元率は 30% なので1万円買うと1万3000円使える、うん、まあ、前と同じぐらいだね。そうですね、はい。ただこれ別に1万円からではなくて2000円から買えるそうです。う、はい、使うときはちゃんと1円単位で使えるそうです、ね、販売総額は700万円。まあ、お釣りいらないからいいよね。あ、ね、そうですよね、確かに手渡しないしね、細かいのもなってもね、うんうん、そうですよね。なのでまあその、うん、すぐなくなっ売り切れちゃう。そうだね、700万少ないね。はい、うん、ので総額に達した次第もう販売は終了、うん、だからいつ販売終了っていうのは出てないでございます、うん、うちも結構ね、お年の方は結構使えますよ。ペイペイとか、ペイペイとか、D 払いとか、すごい使えます。あ、この人も使うのっていう、うんうん、どうやるか、俺どうやるんだいって、あ、そこ押してください、そこ押してください、はい、それで1200円取ってください、はい、それでそこ押して、はい、そうですねペイペイだっつって教えるんですね。教えます、優しいですね、はい、優しいと思います。いやいやいや、でもそういう風にね、うん、あのお店の方もねきちんと教えてくれますので、うん、こういった電子チケットね、不安だからスマートフォンに変えられないみたいな人もいるけど、うんうん、逆にね楽だったりとか、そうだね、うん、しますので、うん、ね、今ねいいと思うよ。スマートフォン考えてる方はよかったらこういうのもねできるよっていうね。息子さんとかね、子供さん、うん、お孫さんが一緒にこう連れてって、ね、ちょっと安いこうね、なんかこう携帯買ってあげてさ、はいはい、これ使うと楽だよなんて言ってくれると嬉しいけどね。そうですよね、うん、9月1日から販売開始しますので、もちろん9月1日から使うことができます、うん、で来年の1月31日までが、はい、使用期限となっております、うん、ただこれ参加店っていうのが必要で、あ、そっか、そう、全部のお店で使えるわけではないんですね。そこだな。でちょっと見てみたんですよ、どんな参加店があるのか。飲食店は29店舗。ああ、少ねえな。少ないんですよ。中心商店街連合会が出してるから、割と街中を中心にしてる、ね、うんうん。そうですね。あとは、まあ、食料品店を合わせると、まあ、40店舗ぐらいありますけど、うん。うち来てないな。そうですね。申請しますって来てないと思う。見てないのかな。田中屋はないですね。ないですね。やってないですもん、申請。してないですよ。田中屋は。来てないかも。そうですね、うん、ちょっとあの、はい、ないです、はい、ペイペイの方 でもぜひぜひ街中にね足を運んでね、それ使って。そうですね、うん、まあとはいえ街中のお店が加入してるかといえばそうでもなくてのんちゃん、おかしい、ちょっとおかしいですよねこれ。あ、そう、でも私前得ペイ前回のやつ買って、はい、全然あの離れてるところというか、そうそう、ところでもそう使えたから、うんうん、じゃあその前の店はあるんでしょ。あ、そうでもないね、そうだよね、一、うん、回やってればね、うんうん、そうですね、逆になんか離れてそうだな、うん、なんか普通に GGC さんとかもあるし、あ、まあでもちょっと大手ならね、大手系もありますね、まあ、いや、そっちの方が使いやすいと思いますよ。あとは住居のお店だったりとか、住居のお店、自動車系のお店だったりとか、文房具屋さんとか美容室とかもあるので、うん、あの意外と幅があるね、あるので、うん、ちょっと見ていただいた方が早いのかもしれません、はい、皆さん見てください。はい、よろしくお願いします、はい、というわけで9月1日から前橋でお得な商品券がスタートします。はい、いよいよ来週なので、はい、ぜひ今日はマーエートークペイ検索してみてください、はい、以上群馬の話題のコーナーでした。どうもありがとうございました。
44分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしています。この時間はおはようすみやさんのコーナー、前回の振り返りコーナーです。ではさとちん代読お願いします。はい、すみやさん、じゃあ今日午後一緒に携帯買いに行きましょう。昨日のテーマ、ちょっと待ってよねなんて言ったの今。何の曲？はい、昨日六区町から前橋玉村線を北に向かい、前女近くの信号駅の方へ向かうので、2車線から右折ラインに入ったら目の前に車がこちらに向かって走ってくる。逆走！ちょっと待って！お互い信号近くでしたのでスピードは出ていなく、ブレーキをかければ衝突は避けられましたが怖かった。左の走行車線が空いていて、駐車場を横切り何もなかったように行ってしまいました。嫌な感じだね。原因は前女の方から来た車が右折の矢印が出て曲がった時に分離帯のこちら側に入ってしまったようです。これはよくあるよね、これね。大きな交差点では間違うことあるけど、こんなところではめったにないよ。お互い信号の変わり目で速度が出ていなかったのが幸いでしたと。これたまにありますよね。俺も ある。はい、じゃあ、危ない、こっちじゃねえみたいな。危ない危ない。危ない危ない。うん、よかった。すみません、よかったね。言ったんかね、ちょっと待ってでも届かない。届かないか。で、うち目の前は信号なんですけど、結構信号無視で通りますよ、みんな。わからない。多分、向こう側の信号見ちゃって、マックの方の信号見ちゃって、うちの前の信号わからないんですけど、あれが歩道橋があるんだよ。はい、ありますよね。歩道橋があるから、見えなくてそのまま突っ切っちゃうんだよね。結構なんか事故多いんじゃないですか。多いんです、実は。わ、俺前もだから、3分まだうちのタルトいなかったから、はいはい、歩いて渡ろうとしたけど、信号無視の車がバーって来たんで、怖い、もううわーと思って、俺の本当に1メートル先ぐらいバーって取ったんで、靴投げた。俺靴投げた、脱いで、あれあれつって、でもそれ拾いに行ったもん。またまた10メートルぐらいこう歩いて、何してるんですか、あーつって、向こう止まってたからさ、あれやつどっちも危ないよ。だ、危ないじゃん、引かれそうだったんだから俺。一発危ない。靴普通危なかったらドキドキするじゃないですか、放心状態で靴投げる余裕があった。しかも当時日光下駄って下駄履いててさ、下駄投げたの。下駄履いたの。下駄投げた。めっちゃ面白い。カランコのカランコ。下駄履いてたんですか。そう。それがちょっと面白すぎて。投げて下駄バーッて当たんなかったけどね。ああ、惜しかったじゃないですよ、もう本当に。で、下駄が反対側になって、裏返しになって雨だと思って。雨か、今日は。明日天気になるじゃないですから、本当にもう。でも気をつけないとね。そうね、命あってよかったですよ、里井さん。そうよ。あーちゃんもそろそろね、はい、大きい車で来たわけ、危ないからね。大きな車ね。うん。でほら、事故った事故やっぱさ、はい、大きい車の方がいいじゃないですか。あ、そういうこと ね。じゃあそろそろ大きな車に乗って。普段は大きい車乗ってるんだっけ、ごめんね。ここに来るのは軽だけど、いつもはレンジローバーだっけ、はい、なんか乗ってるよね、あーちゃんね。乗ってません。3台ぐらい持ってるって。持ってないです。いいな、レンジローバー。ねえ、もっちゃんいいなじゃないですよ。あれディフェンダーですか、新しい。違いますから。これ1000万ぐらいしますか。1000万もしません、本当に。はい、そろそろというわけで切りましょうね。以上、すみやさんのコーナーでした。すみやさん、どうもありがとうございました。はい、時刻は7時48分。おはようございます。お送りしています。い、担当は磯日彩香と里ちんでございます。そして今日はね、のんちゃんも第一スタジオでお送りしていきます。よろしくお願いします。お願いします。よろちくび。今日のテーマはもういいです、のんちゃん。もう今日は弾けちまったぜ。はい、今日油の日なんですよね。お、油ね。油なのでまあ弾ける。はい、まあ、もちろん油の話でもいいですけど。もう全然いいですよ。里井さん、噂によると油にこだわってる男だと。朝は本当ドレッシングはアマニオイルか、アマニオイル、あとオリーブオイルしか取らないです。サラダにかける。サラダって言ったって、ニンニクってスライスしてそれにブワーかけて食ってるだけ。ニンジン、トマトジュースとか、トマトジュースでそれ流し込むみたいな。健康なんですね。そうですね。さ、適当に見えるけどそういうとこちゃんとしてんだよねっていう話を昨日したんですよね。そう。
俺健康それでもちゃんとしてるから健康なんだよね。健康に気を使いたい年頃じゃない。いや、ね、食べてるものはもずくとかあとそばを食べてるでしょ。本当にちゃんとしてるよね。意外とちゃんとしてるんですよ、ね、俺油も食えなくなっちゃってそういう問題じゃないのよ。もう揚げ物とか食えなくなっちゃってなるほど、そこじゃなく、そうなの。前さ、この先週聞いててずっと聞いてて、キングヤスさんがなんかさ、うん、お昼食べると眠くなっちゃうって言ってたじゃないですか。はい、言ってました。ね、あれ聞いてて、やっぱり食べる順番なんだよね。ああ、そうなの。俺全然ならないもん。やっぱ野菜をたっぷり食べて、はい、で朝俺お蕎麦食うじゃないですか。そうですね。蕎麦って炭水化物じゃないんですよ、あれって。あれすごく食物繊維がいっぱい入ってるので、あんま血何何あのダーンと上がらないんですよ。血糖値が上がらないんですよ、全然。急に揚げちゃうと眠くなっちゃうんで全然ならないですね。お米とかっていうよりかはそうね、そばはいいんだよ。うどんよりそば、うどんよりそば、うどんよりもそば、そう、はあ、だから理にかなってんだなと思いながら、トマトジュースも毎朝飲むって言ってたし、うん、もう尋常じゃないけど2日で1リットル飲みますから、1日500ぐらい飲んで朝グヤッ。私人生でも1リットル飲んだことないですよ、トマトジュースから。トマトジュースは飲まないんだよな。ですよね。いや、種類によって全然美味しいのと美味しくないのがあるんで。おすすめのトマトジュースの種類とかありますか？ありますよ。ケチャップみたいなのがあるんですよ。だからそれだとドロドロしちゃってるので、もっとサラッとした、本当に。あ、サラッとしたのがいいですね。うん、そっちの方が全然美味しいです。で、なおかつ今回初めて知ったのが、毎日人参食べてるっていう、初耳ですよ、これ。じゃあ。すごい、朝からす、おろしてるってことですもんね、こうやってね。すりおろしじゃなくて、あのこうなんつうの、スライサーで、ね、薄く切って、そうスライサーでバーって一本一本。大変ですよ、人参。で、この間はもう一本。で、この間はちょっとあの時間がなくて、あのうちのいい塩を入れてるんですよ、焼きまんじゅうにね。いい、うん、結構高いお塩入れてるんですけど、その塩をこうザーってうまみていに食ってたの。つけて。つけて。ちゃんと。うま。しれしれ。そう、意外とね、いい油取った方がいいですよ、皆さん。で、そこの人参にかけてる油に気を使っている。あと、アマニオイルと。アマニオイルと、あと、いいよね、いいんだよね。できますね。だってサラダ油っていうのは、あれは作った油ですからね。そうか、人間が作ってる油ですから、自然の油じゃないの。気をつけよう。いや、本当に油によるってね、のんちゃんも昨日言ってましたもんね。うん、私もサラダ油はね、取らない、取らない、ね。けどそれだけですよ、本当に、うん、ただ取らないっていうだけで。すごいね、気使ってるかって言われたらね。あ、そう、うん、私料理あんまりできないですけど。それ別問題だった、ごめんごめん。それ別問題だった。できればサラダにはあのオリーブオイルと塩が一番いいんですよ。美味しいですよね。それが一番いいんです、はい。素材の味を楽しんでるな。そう、ちゃんと。何それ。そうなんだよ。何、じゃちゃんとしないほうがいいわけ。なんか抑えるところはちゃんと抑えてるかな。すごいんですよ、やっぱりね、その油と女性みたいなところ。あ、違いましたか、ごめんなさい。なんだそれ、なんか一緒にすな、一緒にすな、油と女性、ね、いつも元気痛いじゃないですか。弾けちゃいそうですけどね。弾けちゃう、弾けちゃう。はい、というわけで今日油の日なので、皆さん弾けちゃった話、弾けちゃった話、お待ちしております。あ、けどいつもね、ライブで弾けてるからね。そう、でも私赤城団を やってたから、うん、でラジオもやってるし、あんまり弾けないように生きてきたんですよ、うん、だから危ない遊びしたことなくって、うん、唯一あるとしたら海にメンバーで行こうってなって、大洗の方に茨城の方に行ったんですけど、やっぱちょっと行っちゃうって言って、うん、湘南に乗り換えたのが唯一の弾けた話です。それだけ。それだけです。そうです。湘南についてもう弾けちゃえっつって、もう水着も着ないで貝殻だけでなんか海岸走ったとかじゃなくて、じゃなくて、湘南に着いたら本当に嵐で誰でもいなくって、そこでじゃあ行っちゃえって、嵐の中、ホタテじゃない私はシジミで行くよみたいな、そういうんじゃないの。全然全然、いい子に帰ってきたっていう話でした。つまんない人生なんです、本当に。はっちゃけられませんので、これからですよ、はにげち。おはから今日のスポーツニュース。さてさて、スポーツニュースでございます。はい、お願いします。もうこれでしょ。今日は午後2時から、甲子園球場で仙台育英対慶応高校の決勝が行われます。わー、すごい。ここで私、今日オープニング清原さんって言いましたけど、はい、次男の、ね、息子さんが
35年、うん、8年、うん、前にお父さんが優勝した、はいはい、その地で同じグラウンドに立つかということで、うん、すごい慶応が勝つと107年ぶり優勝ということで、え、そうなんですね、すごいよね、すごい、そして逆に、仙台育英は連覇と、わ、連覇か107年ぶりかみたいな、どっちもすごいですね、すごい ね、 ね、本当に清原さんも見に来てましたもんね、来てましたね、ただ ね、 ね、仙台育英はピッチャーがいいから、あ、なかなかこれちょっと打てないかもね、打てないですか、うん、これ実は、はい、あの今年の春の選抜でもやってるんですよ、慶応対仙台育英、そうなんですか、そうなんですよ、その時は仙台育英が延長10回で2対1で仙台育英だったんですよ、うわー、しかも同じピッチャーが投げてるんですよ、やっぱり、じゃあピッチャー対決に、多分ピッチャーを仙台育英が打てれば、打てる、あ、仙台育英のピッチャーが慶応が打てれば、でも打てないだろうな、これドラフトにかかる2人だからね、多分、うわ、すごいと思いますよ、なかなか、何キロぐらい出るんですか、150ぐらい出ると思うよ、150、高校生で、2人とも、うわ、2人ともすごい、うん、ただこのね、あの仙台育英もね連覇したいだろうし、慶応も107年ぶり、そうですよ、ね、勝ちたいだろうし、うん、どっちも応援したくなりますね、これはちょっと面白いですよ、面白いですね、ただあとね、時間がね、2時っていうのが一番暑い、そうですよね、本当にこれね、ちょっとナイターとかにしてあげたらいいのになとちょっと私は思いますけどね、うん、まあ、いろいろ暑さに負けないぐらいな、うん、ありますかね、楽しみ、こんなにさ高校球児がなんかさ足つっちゃったりとかするの初めてかもしれないね、すごい見た、よく本当にたくさん見る、今回の大会はそれほど、ね、もう暑すぎて、暑くて多分脱水起こしちゃってるんだろうね、あんだけ毎日練習してる高校生がね、暑すぎるよ、そうですよね、毎年まあ心配はしてましたけども、うん、ここまで心配した年っていうのは確かに、ないかもね、はい、初めてだったかなと思います、ね、そろそろ高野連の方もね、はい、マネモの新聞の方もちょっと考えていただければと思いますさあそしてザスパですよ、ザスパビッグラボンですよ、本当ですよ、今の10戦負けなしで、はい、先日この間と四季島であのやったんですけども、相手は金沢、金沢、はい、結構来てましたよ金沢からも、わあ本当ですか、はい、なのにね、そうなんですよ、一回ねゴロってなって中止、はい、雷は中止するって言ってましたもんね、はい、雷以外は中止にならないですけど、雨でもやると、やります、土砂降りでもやります、うん、ただ雷というのはやっぱね危ないので、本当に一回鳴っただけなのよ、ピカピカしてたんだけど、はいはい、近くでドドーンってなって、あービッ、ちょっと待って、タイムってなって、みんな下がってってなって、お客さんもじゃ あのコンコースで下がってください、はいはい、屋根つくとこに行ってくださいってなって、30分ぐらいかな、30分、はい、私はもう外に出て、ね、石のベンチで爆睡してましたいやもう疲れちゃって自由すぎない疲れ、もういっぱいいるじゃない人が階段降りたところにさ人がすごいいたから一回ほら出れるじゃない、みんな出てなんか、はい、入場してね、そう、はい、ビールとか買ってる人いたけど、はいはい、俺ちょっと裏の方行ったら誰もいないので、うん、そこにちょ自分のリュックをこう置いて枕にして、あー疲れたってやったら爆睡してましたえ、もう気づいたらどうなってました、いやもうね放送で、今日の試合は中止になりましたって言うんでパッと起きて、うん、あれあ中止なのかオラ寝てたと、オラ寝てたでもよくさ本当25分ぐらい寝てましたね、もうギリギリまで寝てるじゃないですか、はい、本当に爆睡しました、うん、でも中止でね、また再試合があるのか、そうなんです、その再試合がまだ決まってないんだけど、多分そんなに普通さコロナの時は再試合っていうともう、うん、冬とかになっちゃうんですよ、もう全部日程が終わってからとかになるんだけど、はいはい、多分今本当にあのすぐやると思うんですけど、これがまた31分までやったじゃないですか、はい、前半の、そうですよね、31分からやるんですよ、えだから前半が15分しかない、えそうなんですか、そうだからもう前半15分しかないから、あその記録は残るんです、ね、残るんです、0対0って記録が残って、もちろんシュート数とかも全部残って、その31分からスタートなんですよ、何それこれめんどくさい、面白い、戦術も変わってくるし、もう短いからもう最初からどんどんいけってなるし、うわうわ残り15分で、そうですよね、うん、変わりますもんね、普段90分の試合が30分短くなるから60分になっちゃうけど、えだまあね、ちょっとね
あの日のザスパはちょっとあんまり調子が良くなくて、結構金沢に持たれてたんで、あ、じゃよかった、ちょっと逆に良かったかなってちょっと俺は思います。プレーオフ圏内にね、そうなんです、重要な試合勝てば5位ですよ。そうですよね、びっくりだよ、うわマジで。で残り12試合になって、で12試合中ね4か5試合がちょっと上位の同じぐらいのチームでやるんですけど、はいはい、であとはみんな下なんで、あとはその上のチームはみんな上位陣で戦うんで、みんな、はいはい、チャンスあるかもしれない。うわすごい、これプレーオフになったら盛り上がっちゃうよこれ。うわ絶対行こう。これ J1 になったらね、もうこの袖跡に赤木台入れてほしいですね。J1 ですよ。もうすぐに社長にスポンサーになるように声かけます、はい、左のこの、はい、あの肩に赤木団、はい、右の肩に MM どうでしょうか。いいと思います。いいと思います、はい、J1 いったらもう超目立つよ。うわでこの一番目立つところには田中や。そうか縫い目ぐらいの2ミリぐらいでいい、それでも払えない。あそこに入れるのはやだいぶねえ、いくらか知らないでしょ。知らないです。でも言えないよ、桁がすごそうですね。どうなんじゃないよ。はい、では、はい、ザスパ今週もまた試合がありますもんね。今週、アウェー戦か、アウェーで藤枝、はい、そして来週なんと首位の町田なんですよ。それをホームに迎えて、そうですよ、サイバーエージェントですよ。うわなんでそれ、いくらいくら、すごいよ、もう呼んでる選手もすごいから、うわもういいもの言わせて、うわうわどうなんじゃない本当に。そうですね、ちょっとね、まあ、喜んじゃいけないんだけど、相手の町田のエースのエリキ選手っていうのがちょっと怪我しちゃったんですかね。あ、そうなんですか。そうなんです、これチャンス、チャンスだけどね、チャンス、治ってくんなよエリキお前、こらまだまだ寝ててくれ、喜びづらいですけど、チャンス。ではザスパ応援していきましょう。藤田ちゃん、はい、今週どうすんの。あ、そうですよね忘れてる忘れてませんよ。あの今週はですね、なんか前橋公園でまたちなミュージックフェスっていうフェスをやるんです、ね、あれなんかやるよね。そうなんですよ、いろんなこうミュージシャンアーティストの方が来て、山人はまだか、山人はまだなんですよ、はい、山人は9月なんですけど、前橋公園であって、そこにね赤木団もなぜか全く違うジャンルなんですけど、いいんじゃない、はい、呼んでいただいたので、はい、そこでね、まあ、ライブをさせていただくのと、27日もまた赤木団のねライブがあるので、はい、頑張って、ね、夢スタジオ、あ夢さ出た、はい、あとさ世界陸上やってんだよね今ね。あそうなんですか。あ知らない、はい、世界陸上あのね、ヨーロッパでやってるんですけど、うんうん、小田裕二さんいないですね。ねえ、なんか今ね、小田裕二さんじゃないと盛り上がらないね。なんだお前なんつって言ってないとちょっとなんか盛り上がらないとね。ワクさんワクさんなんて言ってないと。じゃあ世界陸上の方もちゃんと見ます。はい、ということで今日のエンタメスポーツ情報でございました。ワクさん。どうもありがとうございました。おしま。22分、おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と碇谷長介です。よろしくお願いします。もうそろそろ踊る大捜査線離れてもいいんじゃないですか。私ちっちゃい頃よく見てました。ちっちゃい頃、はい、ちっちゃい頃ですか。ちっちゃい頃、あのお台場冒険王とか今やってるじゃないですか、はいはいはい、それでもね踊る大捜査線がテーマになってたのに行きましたね。なってたね。今日のテーマはこちら、油肩油はじけてみよう。もう何のテーマかわかんないのんちゃん。今日は油の日だからはじけたというテーマです、うん、はいはい、Eさんから早速来てます。Eさんはじけてるねえ。ズボンのチャックがはじけたとかじゃないよ。パーンとか iPhone がはじけた話をします、あそれはあるかもな。かなり前の話ですが、古くなった iPhone の充電が長持ちしなくなり、熱を持つようになったので、うん、危ない危ない、通販で新しいバッテリーを購入して自分で交換しようとしました。それは良くない。何の知識もない私がいざ iPhone のバッテリーの交換です。iPhone をパカリと開けたところまでは順調でしたが、
バッテリーが両面ガムテープでしっかり付着していたので、うん、無理やりに力で外そうとしたら、そのバッテリーが曲がってしまい、その瞬間です。なんとバッテリーが膨らんで火を吹き始めました。バッテリーが弾けたのです。バッテリー、それ野球なんですか？キャッチャーとピッチャーですか？ごめんなさい、場内アナウンスやってたもんで。そうね、そうね、イーサンピッチャーみたいな感じ。ごめんなさい、ね、キャッチャー佐藤さん、佐藤バッテリー、同級生バッテリー、はい、ごめんなさい、バッテリーが弾けたのです。部屋中が煙だらけになり、大変なことになりました。何かに燃え移ることもなく、火事にはなりませんでしたが、なんと妻の目が怖かったんです。おそらく妻は違う意味で怖かったのでしょう。それ以降は iPhone を分解しないと心に誓いました。当たり前ですよ。いや当たり前ですよ。これは俺初めて聞いたよ、自分で携帯のバッテリー変えようとする人。本当ですよ、危ないよ、ね、え今でもこの本当にあの暑いから外が本当にあのずっといじってるとどんどん熱くなっちゃって膨らんじゃって危ないらしいですよ。熱持ちますからね、気をつけないと。あと充電のしすぎとかも、充電しながらいじったりとかするよね。そう、あとあのなんだっけ、急激に冷やしちゃいけないみたいね。ほんと普通の風でこうでだん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 冷やさないと、はいはい、急激に冷やすとやっぱ爆発しちゃうらしいですよ。あっ、気をつけな、みんな。イーさん気をつけてください。冷凍庫とかいじゃダメだよ。入れる人いないです。いるいる、冷蔵庫いる。嘘、いるよ、急に。いるいる。サケちゃん。サケちゃん。油？あのさ、ガマの油売りって知ってる？知ってるよ。見たことあるよ。ガムの油売り。知らない。ガム、ガム、カムカムカムガム。ガマ。ガマ。ガマ？ガマ、あのまあその油を塗ると包丁がよく切れるみたいな。あ、じゃ知らない。あ、いや傷口が治るみたいな。あ、知らない。はい。知らないってサケちゃん。まあ路上販売、着物姿で日本刀を持ってさあさあ立ち合いご用のない方は聞いておいで、筑波山のそれの四六のガマで持った刀で自分の二の腕をカッと切るんだよ。で血が出てきたところにガマの油を塗ると血が止まると。何それ。あったんですよ昔。血じゃないんだけどね、まあまあ演出なんだけどね。演出演出。そりゃそうだな、パカパカ来てたら本気にしちゃった。まあまあでもまあ本当来てた人もいるかもしれないけどね。やだ、あったね昔ね。本気にしちゃったじゃないですか。タケちゃんは知っている、俺も知っている。のんちゃんとあーちゃん知らない。知らないですよ、はい、ラジオネームおはから、あ、おはや、おやすみ東京さんから。おやすみ東京。先週私は新しいメガネを買いました、うん、それまでは青の真面目そうに見えるスタンダードのメガネでした、うん、新しいメガネは印象を変えたかったので丸みのあるなかなか今風のものにしてみました、うん、そんなチャレンジの結果は大成功。職場でいろいろなスタッフさんからかなり雰囲気が変わっていい感じと好評が、好評すぎて本当は弾けたチャラくなった今更大学デビューかと思われてないかかえって少し心配にもなりました。デビューしちゃいしちゃい、弾けちゃい弾けちゃい。あ、メガネでやっぱ変わりますからね。そうですよ ね、うん、そうね。真面目そうなメガネからチャラメガネに。何チャラメガネって どういうの。あ、その縁が色がついてたりとか。そんなメガネでチャラくなっちゃうんですか。え、なりますよね、うん、なんか縁がどっちかな、真面目に見えるかチャラく見えるか、うん、どっちか極端しかない。あ、そうそうか、極端しかないですよね、うん、めっちゃチャラい服装で真面目なメガネしててもそれはダメなんでしょ。それも、あ、なんか闇闇じゃない、悪徳業者。確かに見えちゃう可能性がある。ああ、そうですか。クロムチはね、うん、ちょっとチャラく見え。でもそれはほら、オリラジの藤森さんが悪いですよ。悪い、確かに。あの人のキャラですよ。そうですね。クロムチはね。あ、そう、うん。確かに。気をつけよう。え、佐藤さん、メガネってするんですか？だから老眼鏡あれば。あ、そうだ、してるしてる。たくさんあります。でもまあ老眼鏡で聞けば全然チャラくはないです。たくさんあります。あ、老眼鏡なんだって。遠くはもうね、あの、でも佐藤さん、その黒縁の老眼鏡をつけても決してあれを真面目には見えないよ。見えない。あ、なんかあれに見える。意外とちゃんとしてる話してる。もう一回かけてください。え、あれに見えません？あの、詩人萩原京次郎とか昔のこういう着物着て、着物着て下駄履いて、そう、昔の顔ってことね。違う違う違う、メガネの形、メガネの形、ちょっと丸いやつだ、うん、丸いやつかけてると、あ、違うメガネだと、あ、いや今時ですね。すごく今時、メガネの形が丸いと詩人で、
四角いと今だけ見れる、うん、丸いの下だとそれ詩人なの、丸い、でも今はみんな丸いのしてるけどね、うん、なんかそれが里井さんが書いたのが詩人っぽくなったね。あ、そっか、じゃあ詩を書いてみようかな。レディーババのダーリンさん、ダーリンさん、弾けるなんて縁のないお年頃よ。昔の話でいいんですよ。お口で弾けるポッピングシャワーしばらく食べてないとか、アイス、かわいい、アイスね、これね。ババカワ通りを中央通りの角は食べ物関係の店が増えているね。パスタを出す店、ハス向かいに2軒、ブラッサーはヘビーなパスタを出すお店、うん、数日前8個テイクアウトしたけど筋トレできさそうな重さだった。できそうな。店主はお腹いっぱいになって帰ってもらうがモットー、うん、なんでグラッサーの話かって、店の名前が油グリスと一緒なのよ。あ、そうなので、ババガワ通りのババちゃんの実家も昔は油屋さんだったので、え、油屋さ ん, 屋さんすごい、え、油屋さん、油売り、はい、油売り、油売りですね。すごい、あったみたいね、ね、あったんだ、すごいね、こう持っててね、油入れてみたいな。へえ、すごく聞きたいその話、ね、はい、気になっちゃう。ババちゃんの店行ってください。じゃあまた40分かけられてきちゃう、もう油上から。ダメだ。おはよう、毎日行くから。8時41分、おはようマイバスからお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と大月監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さとしさんです。あ、さとしです。そして今日は隣のんちゃん、のんちゃんです。お願いします。新妻です。だからもう1年以上経ってるんだけど、いつまで言うんかね、新妻とか。確かに、ね、確かに1年ですかね。ね、よく俺、うちの前新築の家がまだ売れてないんですけど、あれいつまで新築なんだろうって感じだから。確かに何年経つと、たぶん中古になっちゃうんだよね、あれね、売れないと。そうなんですね。2年だから売れないと中古で出ちゃうんですか。何年なんですかね、もったいないね、お高いのよ。あっちが住みたいわ。いい場所じゃない、そこ。のんちゃん住みたい。住みたいよ。どうですか、どうですか。一緒にお高いんでしょ。アテンドしましょうか。あれ、お高いんです。お高いんでしょ。値切りましょうか、私が。お、関西人みたいに。そしたら毎日田中屋行っちゃう。そうですよね。来て来て。そうですよね。来て来て。もう観光案内所ですね。なんなら手伝わせて刺して後ろで。ああ、後ろでね。で、一回やってみたい。あ、やってみたいよね、あれ。今、Mwaveって職場体験、ここからたくさん来るって言われてるんですよ。うん、今、職場体験の時期じゃないですか。さとしさんちって職場体験って。来るよ。もう全然来ても、あの、俺朝作っちゃうから、はいはい、やることないから、うん、ずっとギター弾いてる、みんなで。え、待って待って、ギター教室でさ、本当にギター体験じゃないじゃん。面白すぎる。お昼までっていうから時間があるからさ、うん、みんなでギター弾こうって、ギター全員渡して3人せーのっつって、もうあのそれって絶対発表するんですよ。あいみょん、あいみょん。みんな最後発表するんですよ、うん、先生たちびっくりしますよね。まあまあ、あれ飲食店で午前中はギターを弾きました、うん、あいみょん歌いました。あいみょん歌いました、はい、午後もギターでした。午後はないですか。で、焼きまんじゅう食わせて帰る。それ職場体験っていうか見学でしょ。ねえ、バイバイ。ゆっくり来るんでしょ。ここに来ますよね。来ます。毎年9月になると。え、な、結構、え、何年生ぐらい。中学2年生、ね、うん、2年生が多いですよね。確かにね。じゃあ今日のテーマいきますか。今日はこちらです。アブラアブラオイリオイリー。全然違う、はっちゃけたっていう話題ですからね。かか、今日ははっちゃけ、まあ油でも OK。 ラジオネーム高崎のパーパーさん。パーパーさん、以前にくら寿司で食べて以来大好きになったのがトウモロコシの天ぷら。軽く茹でてほぐしたトウモロコシを固めに溶いた小麦粉に混ぜて衣をつけて油で揚げるだけ、うん、揚げたてにお塩パラリと振って食べるとほんのりとした甘みと香ばしさがたまりません。でも油が高温すぎるとボンボーンとトウモロコシが弾けて命がけの料理になります、うん、イカフライもそうですが美味しいものを作るのも楽じゃないですね。そうね、そうね、料理中にこう油が弾けて顔に飛んじゃったりとかするんですね。へー、あ、ないですか。水分がパーンってなるじゃんね。
あれお料理好きなのんちゃんは。いやもう私あそれが嫌なんですよ。預けるのが。油がこうパチパチパチってなって、周りが汚れるのと、自分にこう油が飛んでくるのが。はいはい、ちょっと嫌だなっていう気持ちが出ちゃうんですよ。でエプロンしてさ、じゃあいいじゃん、なんか溶接工するみたいな、こういうなんかあれでいいやん、じゃあのお祭りで売ってるさ、なんか仮面ライダーみたいなのかぶってやればいいじゃん。お面してるの超面白いけど、でも今飛ばないようにこうなんかなんだろう、ラケットみたいなのがあるじゃないですか、うんうんうん、あとのんちゃんの網ね、そう網網、うん、汚したくなかったらその、うん、なんだろう、囲える囲えるやつがありますよ。あ、そ、もう、もうこのコンロの周りにこう縦そう1個こう両サイドで顔顔顔あ顔じゃそれ囲んだところにラケットすればいい。スガーちゃん料理好きですね。え、料理好きじゃないです。前橋の平野レミ。ねえ、ねこれねっつって。今日の気分ね。今日ね。天ぷらするのはもうね、天ぷら大変、命がけですよ。天ぷら立つと思います、私は。はい、してください。美味しそうだけど、お話はしてください。ラジオネームごまふさん。北海道の小樽に行った時、小樽はガラスが有名でガラス製品のお店がたくさんありました、うん、その中でガラスペンが気に入ったのでインクと一緒にお土産で購入、うん、家に帰ってから早速ガラスペンをインクにつけてみると、ペンの先から黒のインクが螺旋状にくるくると、うん、はいはいはい、知ってる知ってる、ペンの中に入っていくのが見えました。紙に適当に文字や線を書いてみましたが、滑らかで書きやすかったです。使い終わった後に水洗いでインクを落とし、水を切るため軽くガラスペンを振った瞬間、なんと蛇口にペンがぶつかり、ガラスペンが弾けて割れてしまいました。これね、まあありますよね。俺もあのコーヒーメーカーのあの下のガラスのやつとはもう何個も割ってるね。ちょっと横向いた瞬間に何かに当たってパーンとかね。もうたぶん5、6個割ってるもん。そんなに。そんなに。そんなに割ってるんですか。今ほらね、こうホーローのやつがあるけど、昔ガラスねあるじゃない。ガラスのこういうできたやつ。はいはい。コーヒー落としたりとか。うん。あれよく割った。わあ、同じサイズがあんま売ってないからさ、また買い替えるしかないんだよね、これね。あともう全部体的にね、全体、そう全部をね、まあしょうがないね。うーん、FJ さんです。 FJ さん、自分が小学校の時、国語の教科書に赤い実弾けたという作品が載っていました。うーん、声に落ちた瞬間を赤い実弾けたと表現しているんです。小学生の女の子の初恋を描いた作品でした。ほう、お前本当にいい感じの、お前勉強は好きではありませんでした。その作品は今でも覚えてます。さとしさん、自分の赤い実はもう枯れてしまったのでしょうか。昔はよく弾けていたんですよ。だって、うーん、何どうしたの、コメントなしだそうです。FJ さん、あーちゃんコメントなしだって。もうね、はい、暑くて枯れちゃったよね。うん、うん、って言われてるよ。うんとも言いづらいけど、うんって言われてるよ。うん、そうですか。はい、なんかね、この間なんか豊かとね話してたけどね、なんか打席に立ってないみたいな。そうですね、太ってさん、どうですか、さとしさんから見て太ってさん、もう諦めてる。いやいや、あのね、結構まあ私の知ってる限りでは、お、結構攻めてるなと思いますけど。あ、じゃあ結構裏でやってたんだ。裏でやってたって何その言い方。裏たん違うよ、違う違うよ、頑張ってたってこと。お言葉選びやってたって、やってない、やってない、違う違う違う、そういう意味だ、そういう意味じゃなくって、うん、頑張ってたんだ、開いてたんだな、そうそうそう、っていうことです。頑張ってたけど、開催してたんだなって、頑張ってたんだけど、うん、まあちょっとやっぱりね、やっぱりあーちゃんが一緒にお買い物行って、あのチェンジするしかないね、いろいろ、髪型と、あとちょっとメガネをコンタクトにしてとか、うん、ね、別にあの体型悪いと思うんだよ、うん、それに似たようなこと、ちょっとそれに似通った服は選んであげてさ。なんか別に服装も知らないですけど、うん、知らないですよ私は。だってそうスーツとしかしか、あ、まあ、確かにあんまりないですから、仕事着しかね見たことないかも。え、でも全然本当普通、普通っていうか、なんでトーチョさんが結婚できないか私は分からないんですよ。え、だって付き合うとかじゃなくて結婚するんだったら、太田さんみたいな方ってすごく守ってくれてるよね。そうそう、安心感しかない。もう本当にね、あ、バッターボック
スに立ちすぎなんじゃないか。あ、それもあるかもね、うん、それもあるかもしれないね、ちょっとね。だからどんな内面、内面もすごく優しい方じゃないですか、うん、こういう風にメールとか立ちすぎて自信がなくなっちゃってるんじゃない、うん、ずっと打てないから、うん、ずっと空振りしてるからね、なんか大丈夫かなみたいな気持ちでこうやって誰かね、じゃ誰か。でも一つ気づいたんです、何、狙うところが違うって。あ、多分ずっとカーブを待ってるんだと思うね。なるほど。自分がこう好きなところは相手はもしかすると太っちょさんじゃなくって、逆に太っちょさんがのことが好きって人は太っちょさんのゾーンじゃないんですよ。あ、まあ、多分ゾーンが違ったのかな。ああ、そうですか。それこう、うん、なっちゃったのかな。終わってからゆっくり話しましょう。理想が高い。終わってからゆっくり話し、高いってさね、うん、FJ クルーザー、 そしてあれはれさんです。あれはれさん、これ実は僕弾けるのが苦手なんです。え、一人でザスパの試合を見に行ってザスパのゴールが決まって、うん、喜びが弾けちゃったサポーターたちがハイタッチしている流れで近くにいた僕にもハイタッチを求めてくることがあるんです。いいじゃないですか。ねえ、すればいいじゃん、うん、たまにそういうのに照れちゃうから苦手だけど、ハイタッチを返した時に今俺弾けちゃったって実感します。かわいい。でもその後また点が入ったらまたハイタッチしてくるのかなって変に意識しちゃっていっけねえ、今日水曜日だった。愛の弾けるおっぱい、篠原愛、今夜はこれで決まり。え、俺さ、俺知らなくて調べちゃった。いや、知らないとかじゃ、調べちゃった今日。文章のつながり、篠崎愛じゃないんだよ、篠原。あ、篠原愛さん知らないですか。知らない。え、篠崎愛じゃないの。え、篠原愛って調べ、あ、篠崎愛ちゃんか。篠崎愛ちゃん知ってますよ、私結構好きですよ。あ、篠崎か、うん、篠崎ですよ。篠原愛、はい、これ調べちゃった。え、出てきました。人形でした。人形。最高の間違いだ、本当に。本当にねえ、ハレルヤさん、そっちも行けるんですね。そうですか。今度でもね、なんか一緒にザスパ行きましょうよ、ね。ハイタッチを求めちゃダメですよ、変な意識しちゃいますから。でもね、知らないもんね、可愛い女の子とかイエーイなんてね、うん、聞いたりするじゃないですか。そうですよね。ね。はい。ラジオネームジェツランタさんです。買い物、特にアウトレットやファミリーセールに行くと理性のタガーが外れる、すぐに弾けます、うん、はいはい。特に欲しかったものが安くなっていて、さらに3点買えばそこからさらに2割引き、うん、なんてことになってるともうダメです、買ってしまいます、はいはいはい、そのようにして同じようなものでろくに袖も通してないものが一体いくつあるんだということです。そして昨日好きなブランドからまたファミリーセールのハガキが届きました。しかもこれある程度買ったことのあるだけ来ているようです、うん、入場制限について書かれていません、うん、理性はそんなものに行ってはダメだ、また無駄遣いするだけだと叫びます。でもきっとまた出かけていっては弾けてしまうのだろうと思います。ああ、本当にそろそろ誰か止めてくれ。いや、いいと思うよ。自分の欲しいものはさ、自分の出せる範囲で買うならいいと思いますよ。うんうん、弾けちゃって経済回してもらいましょう。いいと思います、全然いいと思います。トゥーパンプスさん、トゥーパンプスさん、元気があれば何でもできる。なぜか海外に出ると弾けちゃう人っていますよね。いますね。これ私もよく知っておりますよ、はい。海外駐在員の頃、大切な業務が日本から出張でやってくる、のれんの向こう側が大好きなお偉いさんのお世話をしました。日本では雲の上の存在、近くに行くことも許されないお偉い、海外に行くとただのエロ親父になっていますね。この手の方々を満足させるなんてちょろいもんです。私の関わっていたプロジェクトの予算は簡単に通ってしまいました。何万人も社員のいるグローバル企業のサラリーマンってそんなもんなんですよ。現地の当局とのれんの向こう側を仕切っている業界を両方仲良しになったからできたことでした。のんちゃんに出禁にされてしまうので、詳しいことは朝日町の特設スタジオで YouTube 配信したいと思います。これね、あるあるです。これ海外行くと結構こういう方いらっしゃいますね。そうなんですか、タイなんか行っちゃうともう本当にたくさんいますので、意外とすっげえ綺麗だなと思う人だったら、どちらと工事されてる方だったりとか、いや本当にたくさんいるんです。私もジェスチャーやね、私もインドネシア行った時にインドネシア人の友達がいたんで、うん、その彼にこう車でこう連れ回されまして、ある小屋に連れて行かれてたんですね。はい、その話、はいはい、まあそんな、それで以上です。本当にその話のんちゃん聞かないといいですよ。小屋で踊りましたけど、私ここ入りたての頃その話聞いて、あ、この人ってこういう人なんだって
すごかったんですよ。でもさ、俺もなんてこと話してるの。聞いたけどさ、のんちゃんのさ旦那さ、ワールドカップでめっちゃ弾けてたとこらしいじゃんって言って。ね、ワールドカップって、日本戦でめっちゃ弾けてたんでしょ。あ、うちで ねもう正座して君が代を聞いて、それでゴールした瞬間に、ゴールした瞬間にもうなんか家の中を走り回ったんですよ。それとサトシさんの弾けは違います。でもそうそう、一緒じゃないですか。ちょっと待って、なんで、え、どうしたの、すり替えないでください、あ、そう、ごめんなさい、急にすり替えちゃったから話しなきゃと思ったけど、違うよ質が、ちょっと話変えようと思ってたけど、全然戻さないでくれるじゃん。ちょっとやめてくれる。罪は重い。ブーメランなんて書いちゃった。罪は重いですからね。しっかり審判見てますから。そうよ。他にもラジオネームゴルゴ38さんですね。やはりライブはいつも静かに見ているけど、こう胸騒ぎがね、するとお祭りとか思わず声出しちゃいましたよ。というメールとかね。塚地座さん、人生で一番好きかなってくらいのやつがピチピチになってブラウスのボタンが弾けそうになってるのと、あと実際にブチブチってボタンが弾け飛んじゃうやつが最高に好きなんです。同じって人いますかって。これ塚地さんが出禁ですよ今日は。どういうこと。塚地さん、まあ、そういうことか。どういうこと。あのケンシロウがこう怒り出すとこう服を破れるような、そういう感じですかね。私も太っちょさん想像しちゃった。ああ、そういうことね。太っちょね、ヘアクションってプリッってね。あ、いや、名前が太ちょ10個さんだから、うん、そうだね。赤城山さん、あまり弾けたことはないけど、大学生の時一人暮らしが始まった1日目の夜は弾けました。とにかく食べたいものを買いまくって食べた、人生最初のバカ食いだったよ。そこなんです ね。さあ、その他にもね、ラジオネームルルちゃんからですね。おはくちゃん、週の真ん中もっこり水曜日 よ。今日ももっこりわっしょい頑張るわ。もっこりわっしょい頑張るわ。もうね、アラフィフになると弾けたことなんてできないし、体力がないのよ。弾けた話ならあるんだよ、弾けた話ね、と。あーちゃん、伊香保にある珍宝館って行ったことある？今ね、この秘宝館が絶滅の危機なんだって。この間お盆休みを利用して熱海にある熱海秘宝館ってとこに行ってきたの。意外に若い人が多かったのに驚いた。お土産に私は熱海秘宝館のオリジナルの四重貼って手ぬぐいとT シャツを買ったわ。いつか白鳥パンツに T シャツ、手ぬぐいを持って N ウェブ前に現れるようかしら。あとオリジナルのお菓子でポッキーではなくボッキーというお菓子が売ってたわ。ね、本当にやだ。本当にやだ。もう油ね、前に小さ先の綱取りにあるマクドナルドの前を仕事で通るけど、お昼頃渋滞してたのを見て、今ポテトが ML サイズとも250円なのよねと思った白鳥女。炒め物や揚げ物をするとき、私は服に油が飛ぶのが嫌で服を脱いで料理したら油が体に飛んで熱かったんだ。裸は危険よ。それでは皆さん、さよなら。お付き合いありがとうございました。このサトシさんがもうさようならと。でもムーちゃん、ほんとにムーちゃんやね、あーちゃん、ね、偉くなったね。こんなことを平気で言えるってことは、ね、本当ですよ。もうポッキーに失礼だし。なんつって、もう、もう言いたくない。やだ。本当にやだ。あー、もう本当にびっくりしちゃった。もう私もびっくり。いや、驚いたよ。でも、あの、よく読んだね、あーちゃん。頑張りました。頑張りました。のんちゃん頑張りました。そんな頑張りましたって認めないでくださいよ。喜んでる方はいるはず。これファンの方嫌がるかと思いきや、ファンの方喜んでますからね。最後に、うん、鳥ですね。そう、鳥もね。横綱が来ますね。はい。ちゃんと服着てほしいですね。ちゃんと服着て油。羽は抑えていただきたい。服に油が取るのがいいです。裸か。ちょっとな。裸で油はちょっとやめた方がいいな。その他にもグラサンマスカジさん、あったひめさんもメールありがとうございました。 あ、ね、あーちゃん弾けたね。湘南行ってください今度ね。次こそは、貝殻を持ってぜひその YouTube 配信いただきたいと思います。晴れるかな。というわけで、担当者ひゃやかと楽しみでした。そして梅崎でした。また明日ね、お会いしましょうね。これもう本当に、もう皆さん本当に失礼いたしました。またぬるぬる。